ちは、トミーです。今日は私の持っているリップをご紹介したいと思います。以前毎日メイクとかでも使用してたものもあるんですけど、それ以外にもたくさんリップを持っているので、私的にこの色とこの色が可愛いなって思う組み合わせだったりとかをご紹介できればかと思うので、よければご覧ください。はい、ではでは早速紹介していきたいと思うんですけど、うるさいよ、うるさい。はい、私結構シロさんを使うことが多くて、このリップスティックは3種類持っていて、このジンジャーリップは2種類持っています。これで前も紹介したので、ちょっと軽く紹介したいと思います。これがブラウンです。つけるとこんな感じの色味です。すごく濃い、めっちゃ濃いってわけじゃないので、ナチュラルにブラウンメイクしたい時とかはおすすめです。で、次がこちら、ごめんなさい、これがブラウンが9108番で、これも白の、これよくつけているオレンジのリップです。これが9102番、これも前紹介したので、こんな感じ、真ん中これですね。可愛いですよね。すごい、私的の、私の顔はすごいこの色が似合うなと自分で思うんですけど、ネットで診断した時にイエローベースで春でした。私は、よければ参考にしてください。で、次がこちら9103番のピンク。ピンクは初めて買いました。これもなんか柔らかいピンクなので、パッションピンクとかは似合わないんですけど、これちょっとオレンジ味がかったピンクですね。すごい可愛いです。で、あとはこれは後でまた塗ってご紹介するんですけど、このジンジャーリップの9106番です。これはこれもブラウンなんですけど、私的にオレンジのリップにちょっと塗ると、でちょっとぼかすとグラデーションができてすごい可愛いんですよね。難しいけど、ちょっと中心にだけ塗るとグラデーションができてとっても可愛いです。で、これはエッセンスリップオイルカラー OA04 番、これリップ美容液なんですけど、これめっちゃ可愛いんですよね。オレンジなんですけど、最近ハマってるのはさっき紹介した9102番のオレンジに塗るのも可愛いんですけど、私は最近インスタグラムでも紹介したこの RMK のリップスティックコンフォートエアリーシャイン06番、これ色がめっちゃ可愛いんですけど、もう見た目が可愛くて購入しました。これ塗ると、ちょっと実際に塗ってみますね。めっちゃラメが入っていて、わかるかな、こっちで塗った方がわかりやすいか。なんかすごく色味が強いわけじゃないんですけど、若干
見えづらいですね。青みがかっていて、すごい細かい ラメが入っています。ちょっと唇が青みがかってますね。わかりますかね。なんか大人っぽいですよね、これ。はい、これにこのさっきご紹介したエッセンスリップオイルカラーを真ん中だけつけます。なんか水色とオレンジの組み合わせがすごい好きで、好きな色が水色とオレンジなんですけど、わかりますかね。自然となんか大人っぽくしてくれます。すごい色味が強いわけじゃないので、ナチュラルに大人っぽくしたい時とかはこの色味を使っています。では次、これマックのパーシステンスです。ブラウンなんですけど、これはマットの素材なので、マットに仕上げたいときはこんな感じ。結構これはクール、これだけでつけるとクールな印象になります。でもこれも一時期すごいハマっていて、まあこれ2本目かな。そう、すごい好きな色味です。かわいい。はい、では次、セルフォークの23番、これはすごい人気な色なんですけど、ディグニファイドリップス、これはオレンジ、黄色みが強いオレンジですね。一時期イエローメイクにハマっていて、わかりますかね。すごい可愛いですよね。これに私はスックの、スックのモイスチャーリッチリップスティック12番、これすごい可愛いです。これはスックってやっぱり他のあのリップよりもちょっとお高いので、なんか大人な感じがしますね。ナチュラルだけど今時感があって、上ですねこれで。私はまあ似てる色味なんですけど、さっきあのセルボークの23番にこれをちょっと重ね付けすると、だいぶイエローベージュみたいなこんな感じ。この色味すごく好きです。おすすめです。まあこの2種類だけでも十分可愛いんですけど、このセルボークのエンスロールグロス03番、これも人気なものです。これはグロスのブラウンなんですけど、真ん中だけつけるとジュワッとして可愛いです。はい、次、これもスックのエクストラグローリップスティック08番、これはわかりますかね。ちょっと赤み、赤リップなんですけど、私赤リップが似合わなくて、わかりますかね。ちょっとマットな赤リップは似合わないんですけど、このちょっとシアーな質感、うるっとしてる感じ
女性らしい感じがすごい可愛いです。これは私は単体でつけることが多いです。めっちゃ可愛い。これもで、これはリップさんのリップカラー11番、なんかつけるとブドウっぽいような色味です。ちょっとパープルが入ってて大人っぽいですね。これもで、これはこんな感じ、上ですね、ちょっと赤みにパープルが入ってるのですごい大人な印象になります。私このリップ、こういう色のリップ持ってたことないんですけど、似合わないと思ってたけど意外と可愛かったです。ちょっと雰囲気を変えたいときにいつも使ってます。はい、次にこちらの、この間インスタグラムでも紹介したシャネルのルージュアリュールベルベットエクストレム130ルージュオブスキュールです。ちょっと赤にちょっと パープルが入ってるようなマットの質感です。これはめちゃくちゃ発色が良くて、あのべったりつけるとあんまり似合わないんですけど、ちょっとこういう感じでポンポンってつけるような感じで、私は手でこういう感じでやっています。こうするとそんなに赤が主張しすぎなくてナチュラルに可愛いです。こんな感じ。これはすごい持ちも、私シャネルのリップってすごい持ちがいいなと思うんですよね。そしたらこのナーズのリップグロス N、 これゴールドです。ゴールドのグロス、これも赤リップにゴールドのグロスはめちゃくちゃ可愛いですよね。これも全部につけるのではなくてこんな感じで真ん中に、分かりますかね、分かりづらいけど小さいラメが入っててめっちゃ綺麗です。これ私は赤リップにつけることが多いです。すごく赤リップだけでも可愛いけど、このグロスをちょっとつけるとゴージャスというかすごい華やかな印象になるので、これはすごくおすすめです。これだけでつけることもまあなくはないけど、赤リップとの相性がすごいいいなと私は思います。はい、では最後です。次にイヴ・サンローランのタトワージュクチュール2番です。これちょっとハゲちゃってるんですけど、これはもうめちゃくちゃ発色が良くて、あと全然落ちないんですよね。私結構唇をなんか気づかないうちに舐めてる癖があって、割とリップすぐ落ちやすいんですけど、これは全く落ちなくて、しかもマットな素材なんですけど塗ってる感があんまないんですよね。なので自然と唇に入り込むというか、わかりますかね、結構オレンジですよね。こんな感じ、めっちゃ可愛いんです、この色。でもやっぱりすごいマットなので、あの触ってもめっちゃサラサラしてて
もう唇と馴染んでる感じで、これ私あのこれだけでもつけることあるけど、このクラランスのコンフォートリップオイル08番、これ前からも紹介してるんですけど、このオレンジとこのブドウの色味がすごく相性が良くて、ちょっと真ん中につけて、わかりますか、変わったの。オレンジがちょっと赤寄りになりました。すごく可愛いです。これ赤でもないけど、なんて言うんだろうな、ちょっと他の色ではないような色味です。これとこれの相性がめちゃくちゃいいです。クラランスはこのブドウの色味以外にもたくさんあって、なんかナチュラルだし、しかもこれすごい保湿がすごくて、めちゃめちゃ保湿をしてくれます。プルプルになります。結構お気に入りですね。たくさんしかも入ってるから全然なくならないんですよね。はい、こんな感じで、まだ他にも紹介してないリップもあるんですけど、私の化粧ポーチの中のおすすめをご紹介させていただきました。やっぱりリップ選びって結構難しくて、その店頭でもなんか似合うか分かんないけど買っちゃおうかなって思ったこととか結構あると思うんですけど、やっぱり人それぞれ似合う色が多分違うので、しっかり誰かが紹介してたからとかではなくて、やっぱそこの場所でちゃんと自分に合うリップを探せればいいのかなと思いました。あと自分が持ってるリップに合うかな、重ね付けした時に合うかなとか思いながら選ぶのが私はすごく好きです。はい、ちょっとでも参考になれれば嬉しいです。はい、ちゃ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 はい、これからもちょっと毎日メイクとか他にもメイク動画をたくさん出せればいいなと思うので、私もたくさん勉強して皆様にご紹介できればかと思いますので、またぜひ見てください。今日もありがとうございました。皆さんお体にお気をつけてください。ちゃちゃありがとうございます。バイバーイ。